皆さんこんにちは、新井恵里奈です。今日は自宅からです。情報セブンデイズニュースキャスターの後の新井恵里奈のウェザーニュースキャスターの中でコケテラリウムをご紹介することになり、今週ねその放送がありますので早速作っていきたいと思うんですけど、コケテラリウムは初めてですってことでね、こんなものができるみたいです。はい、瓶の中に土と石と苔で、苔のある自然の世界ができるという苔テラリウム。まずこれが容器ですね。丸いタイプのガラス、材料がこんな感じですね。苔が5種類、ヒノキゴケ、カサゴケ、タマゴケ、アラハシラが苔、ツルチョウチンゴケ。ちょっと見てみよう。おー、あー、森の中の匂いだ。あ、いい癒しの香り。まずは容器にスプーンで土を入れる。土、これですね、苔用のオリジナル用土でしたですって。少し湿っていて、入れた後乾いたコーヒーかすみたいな感じがありますね。苔といえばアンガールズの田中拓司さんが苔好きですけど、なんかこの間田中さんが新井ちゃんの部屋汚そうだよねとか言ってきて、 YouTube とかなんか家の中のインスタの画像とか見るとそこだけ綺麗にしてるんじゃないかとか言ってたんです。すごく腹立たしい。お好みでフィギュアを刺してみてねって書いてありますね。フィギュアどっかにあった気がする。ありました、ありました。いやー、ほんとうちは何でもある、だからごちゃごちゃするんですよ。まあ、壮大な世界観にしたいから。ニワトリは短すぎる。なし。ハチドリも違うでしょ。ワシとシロフクロウの対決ですね。どっちにしようかな。どちらにするかは最後に決めましょう。ここにいてもらいます。青化石、青い花の石とか言って、青化石、あ、なんかいろいろ選ぶとき思うんですけど、高級じゃなくてもいいけど高級感は欲しいなって思うんですよ。とりあえずこっち向きに作ってみますね。間に苔が入ってくるんです、難しい。小さな世界だから悩んじゃう。こんな感じでどうですかね。見えるかな。湿らせます。そうすると土が固まってくるそうです。これいい、このやり方いい。なんでも苔は乾きやすいので時々霧吹きをかけながら作業するそうです。一旦かけといてあげましょうか。あれ、あれ、出た出た、なんか霧じゃない。あれ、なにこれ。霧にならない。もっとオープンしたいのかな。わあ、わあ、違う。
ギリじゃない。あ、こうですねすごい濡れちゃったこのテーブル濡れると色変わっちゃうんだよな。苔を入れていきましょう。土のついた部分は病気の原因となるので、ハサミで切り取ったり水で洗いきれいなものを使用する。わお、細かく分かれてる。これ一本一本刺していくのかな。ヒノキゴケ、これですね。これいきます。どこにする？奥の方。あ、難しい、見えない。あ、入ったかな。あ、入りました、入りました。よく見えないけど植わったっぽい。こんな感じで入りましたね。見えますか？ここです。よし、じゃあじゃんじゃん植えていきますか。ワイルドな高い山を作るぞ。さあ皆さん、こんにちは。あれから数日が経ちました。急ピッチで作業を進め、今日完成しました。そして今日お披露目しました。あー、間に合ってよかったです。凝り始めたらどんどん時間がかかっちゃって、苔を一本一本植えるところに力が入りまして、いやー、でも夢中になれてすごく楽しかったです。で、できたものを今、撮影しまーす。お、こちらでね、撮ってみます。これでーす。はい、いかがでしょうか。真ん中に、結局、白いフクロウの方を入れてみました。苔が緑だし、この岩が白だったり黒だったり、で、茶色がベースになってるので、白フクロウが生えるかなと思って乗せてみました。で、実際白フクロウは岩場に住んでいるということで、ぴったりかなと。なんか、結構気に入ってます。ポイントは、まとめてびっしり植えるっていうよりも、こうポツポツと散らして植えることがコツっていうことだったので、結構細かく入れてみました。裏側とかも、ね、苔がないところにはこの砂利を入れて、で、苔の隙間のところにも砂利が入るようにして、ちゃんと土と苔が定着するように、やっていくのがコツということで、これからまたね、水をやるものが増えましたけどあ、でもこれ1ヶ月に1回ぐらいでいいそうなので、メンテナンスが楽で嬉しいなと思って、もうちょっと他にもね、増やしていけたらななんていう風にも思いましたし、今度アンガールズ田中さんに見せて自慢してみようと思います。なんて言われるかなあ、ということで、はい、で、改めてチャンネル登録お願いします。またいろいろ挑戦したいと思います思います。それでは